やっほー、皆さんこんにちは、あやかです。今日はね、私がカナダのバンクーバーに来て1週間が経ったんで、私ホームステイしてるんですよ。だからそのホームステイのことについてちょっとみんなにねシェアしたいかなと思います。ではでは早速スタート。はい、ということで、まずね、ホームステイでさ気になることって多分1個がね、お金のことについてだと思うんですよね。私のホームステイ代1ヶ月800ドルなんですよ。これはね、全然平均的やと思うんやけど、うん、まあ行ってもさ850とか900はあんまり聞かへんけど、うん、まあ平均的かなと思いますね。その中に Wi-Fi とか水光熱費、食費全部含まれとうから、うん、全然ね、日本と生活、一人暮らしする感じと全然変わらへんと思う。うん、私ね、一時期東京住んどったけど、東京は高いやんか。うん、だから東京で生活するより全然安く過ごせてんねんな。うん、東京ってやっぱなんだかんだ高いやん。うん、まあ関西も高いけどな、なんだかんだな。うん、カナダで生活しとん方が私は固定費はめっちゃ安く済んでんねんな。うん、ほんで、まあ他にかかってくるんが携帯代やと思う。うん、携帯代と交通費やな。交通費はまあゾーンに分かれてるねんな。ちょっと、うん、そう、バンクーバーってダウンタウンがゾーン1、バーナビーらへんがゾーン2、サーレーがらへんがまあゾーン3みたいなんで分かれとって、ダウンタウンに離れれば離れるほどちょっと高くなっていくね。3段階に分かれてんね。で、私はそのゾーン3っていうのに住んでんねんけど、まあそこに住んどってもプラス多分2万ちょい出せばって感じかな。その800ドルに、8万円に2万ちょい足したぐらいやから、まあトータルさ11って12万、まあ絶対いかへんと思うねんけど、まあ多めに見積もっといてさ、うん、その方がいいやん多分。多めに見積もっても12万ぐかな。うん、でホストファミリーはさ、ヨーロッパ系なんやんか。で、私の前では完全英語やね。たまに夫婦で喋ってる時はポーリッシュが飛び交ってんねんけど、私の前では絶対ポーリッシュ喋らへんから、うん、ほんまに理想的ですね。で、カナダに来てね、もう何十年も経つ人たちで、訛りもねそんななくて綺麗で聞き取りやすいしね。うん、でね、私カナダでさホームステイするってなってさ、こう思い描くいい、なんか理想のさ、こう家族みたいなのがあったんやんか。もちろんね、最悪な状況もこう想定してたよ。うん、でも大概さ、なんかみんなが思い描くいいホームステイって大概一緒やと思うやんか。こう食卓をねみんなで囲んで、今日あったことをね、和気あいあいと喋って、英語でね、うん、喋って、そう、んでもうファザーもマザーも優しくしてくれてみたいな。で、ご飯もまあ美味しくてみたいな、もうそのまんまなんですよ私。もうほんまにその理想のまま今があるみたいな感じでね、もうめちゃめちゃ恵まれてるんですよ。うん、まあね、ご飯の量がね、やっぱりね、ちょっと多いから、常にね、私はね、毎日ね、もうほんまに常にお腹いっぱい、もうエブリタイムもお腹いっぱい、もうどないしようみたいな、まあそこはねちょっと悩まされておりますけれども、そんなんさ、ちょっと贅沢な悩みやんか。うん、それ以外は何もない、ほんまに理想的。ホストマザーもね、例えば
今バンクーバーね、雪珍しく積もってるんですけど、長靴をねわざわざ貸してくれたりとか、ホストファザーも私がね学校でちょっといろいろ思うことがあったらこう聞いてくれて、こうした方がいいとか、エージェントにねちゃんとね言ってね変えてもらった方がいいとかね、いろいろアドバイスくれて、本当のねお父さんみたいな感じで私のことを思ってくれて、もうほんまに優しいですよね、うん、そうそう。ほんでさ、ご飯もね毎日肉とか魚とかあの野菜もこうバランスよく出てきて、毎日違うの出してくれるし、ほんまにね優しいいい家族ですね。でルールはなくて、うん、あのシャワーもね場合によってはさ10分間でとか決められてるところもあるって聞いたんやけど、私のところは何もなくて、いつ入ってもいいし、どれだけ入っても何も言われへんし、だから自分のタイミングで入って、うん、まあ、時間も気にせず使ってます。ただね洗濯はやっぱり、うん、あのカナダって1週間に1回って聞いてた通りに1週間に1回なんですよ。であのホストマザーがしてくれるとこもあると思うんやけど、私のところはもう当番制ですね。週で決まってる、曜日で決まってます。私は木曜日になったんやけど、うん、あの木曜日に自分であの洗濯機借りてやるみたいな感じ、まあ、気使わなくていいからこう、うん、全然私はそっちの方で良かったですね。でね、もう悪いところってね探してみたけどなくて、うん、ご飯の量が多いぐらい、あとはねほんまにね良すぎてもうさ、いいとこあげたらきりないみたいになっちゃう、うん、みんなのねホームステイってどんな感じなんでしょうかね。全然違いますかね。まあ家族によってとか、そのファミリーのさ国籍によってもやっぱあの文化が違ったりするからさ、いろいろ違うかもしれない。ご飯もさ、私はヨーロッパ系のご飯やけど、うん、なんていうの、中国人の家庭やったら中華料理が出てくるやろうしね、うん、まあそれで全然違うと思うけど、まあカナダって多国籍文化やから、いろんなね文化がね触れれてねめっちゃいいと思いますね。カナダ人ほんまに優しいですね、うん、今日もね近所の人ね初めましてやったんやけど、トコ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 ねバス停まで歩いてたら、あのバス停まで送ってくれみたいなんでね車乗せてくれたりとかね、初めましてやけどみたいなで、学生みたいなんで聞かれたから、そうなんですよ1週間前にちょっと着いたばっかりでみたいな、軽く挨拶をしながらみたいな、こう日本じゃね味わえないですよね。そんな知らん人の車に乗ったらあかんすよね。まあカナダでもそうやけどね、うん、気ぃつけてください。ホイ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 ついてったらあかんですよ、うん、まあそんな感じで私のねホームステイの様子がねためになったかはちょっとよくわからないですけれども、まあカナダのホームステイでね、私の場合はこんな感じで過ごしてるよって感じですね。はい、では皆さん今日の動画はいかがだったでしょうか。うん、まああんまりねこれっていうねあんまり伝えるの苦手やからさ、もうとにかくめっちゃ最高っていうことしか伝えられへんねんけど、うん、いい体験やと思ってねホームステイしてみるのもねいいと思いますね。私はねなんていうの、ルームシェアか、ルームシェアはねホームステイ終わった後でもいつでもできるって思ったから、まあ1回ぐらいはねホームステイのね体験したいって思ってて、してみてほんまに後悔ないし、もうほんまにねしてよかったって思ってる。ほんまにもう最高です。ではでは、まあみんな参考になったかわからへんけど、まあもしねこの動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録を忘れずにお願いします。
またね、他にもね、いっぱい動画撮ってるから、カナダのね、まあバンクーバーのことについていろいろシェアしたいと思うので、また見てみてください。ではでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。